イオングループイオングループの商業ブランドメガマートメガマート芸能店メガマートはイオングループがかつて展開していたディスカウントストアのブランドネームである。キャッチフレーズはいつでもお得なメガマート。しかし飲料、アルコール類などの加工食品に加え一部の店舗では牛乳、豆腐、生麺、パンなどの日配品を扱っていた。 1990年代初頭に当時の4株式会社により、ウォルマートなどをモデルに低コストでの運営を目指した食品以外を扱うディスカウント業態として開発された。当初は単独店舗で計画されていたが、新業態マックスバリュー計画のため、マックスバリューともにネイバーフット型ショッピングセンターやコミュニティ型ショッピングセンター、 パワーセンターの各店舗として位置づけられるよう計画が変更された。メガマートの建物は、東野株が流線型になっていることが多い。1992年にイオンは、慶応石黒放馬と業務、資本提携し、合弁会社として、慶応ジャスコ及び石黒ジャスコを設立。メガマートの出店主体の一員となる。1995年には、 石黒ジャスコが石黒ホーマと合併2000年には京葉ジャスコが京葉の100%個会社化されるなど資本業務提携は解消した。後に北海道と東北地方の店舗は現在の DCM グループ参加のホームセンターであるホーマックに京葉ジャスコ運営の店舗も順次デイツーまたは京葉デイツーに転換され、 メガマートは4株式会社が単独で行う事業となった。その後、イオンはスーパーセンター業態の4スーパーセンターへの出店をシフトしたことに加え、従来はマックスバリュー西日本が単独で展開していたザビックがイオングループにおけるディスカウント業態の新たな軸となり、店舗数においてもザビックへの直接転換やマックスバリューからザビックへ転換。 移転のために閉店した店舗もあり、減少傾向となっていた。2008年8月21日にはイオンが純粋持ち株会社に移行したことに伴い、同日からイオンの事業主会社であるイオンリテールに引き継がれて運営を行っていた。2011年8月21日にイオンリテールの DS 事業本部が九州分割による事業譲渡によって、 新設のヨンビック及びマックスバリュー長野へ継承された。マックスバリュー長野へ継承された新州池田店は、2012年3月9日に、隣接のマックスバリューと共にザビック新州池田店に転換されたため、イオンビック単体の事業となり、最後まで営業を続けていた芸能店が2014年1月30日をもって閉店したことにより、メガマート店舗はすべて閉店となった。 岐阜池田店、ワンダー式店、四日市店、青森県、秋田県、山形県、福島県、栃木県、群馬県、石川県、長野県、静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、滋賀県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳島県、愛媛県。ありがとうございます。